こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。これはお知り合いの方とちょっとランチに行った時の動画ですね。私はカキフライでした。今日は食べることの動画です。ある日の夕食ですね。これはお豆ご飯にした日の炊飯器を混ぜたところです。グリーンピースのお豆ご飯、季節にはとても美味しいですね。日々のぬか漬け動画ですね。出して刻んだところでしょうかね。あ、この日は春巻きにしました。なんかとても食べたくなったので春巻きを作りました。中身はキャベツ、椎茸、豚肉、タケノコ、ピーマン、人参だと思います。それにちょっと味をつけて、豚肉をねちょっと片栗粉をつけて炒めて、他の具材も炒めて、味付けはごま油とお醤油とお砂糖ぐらいだったかなと思います。私冷凍の春巻きとかあまり買わないので、春巻きが食べたくなると自分で作ります。たまに食べたくなるんですよね。すごい美味しいですよ、自分で作った春巻きなので、自画自賛してるんですけど、春巻きが食べたくなると自分で作っています。これは具材が結構多かったかもしれないな。うちの子の油の鍋だと2個ずつしか揚げられなくて、だから春巻きをした時はちょっと揚げ時間がかかりますよね。そして結構冷めずにいつまでもあったかかったりします。でなるべくあんまり油含まないようにと思ってるんですけど、まあ、上手に春巻きパリッと揚げて、熱々をこうホクホク言いながら食べるのがすごい好きなことは好きですね。皆さん春巻きとかあんまり作らないのかな。私はちょっと好きですね。ちょっと大きさが大きいね。もうちょっとこうちっちゃくすればよかったんですけど、 なんか中身の具がねたくさんできちゃって、それを 10等分したんですよね。そしたら一つ一つがちょっと大きく包むことになっちゃいました。まあたけのこがない時は春雨入れてるかな、まあ、もやし入れたりもするけど、まあ、あんまりもやし、どうだろう、水っぽくなりやすい食材は入れないようにしています。椎茸は絶対入れたいところですね。まあ、根が食いしん坊なのでいろいろ夕食のおかずは作りますね。これでもね次の日お弁当に入れて、それもねトースターでフライ温めっていうコースがあるんですよ。でそこに入れるとね意外とあのいい感じで温まってくれるんで、お弁当にも入れました。あと私もお昼に温めて食べました。そのなんかトースターがフライ温めっていうコースがついているのが本当に良かったと思ってて、とても美味しく温められます。だからちょっと2日3日食べました、お昼に。夜はこの日だけでしたけど、昼のおかずにしました。私、まあ、この春巻きばっかり作ってたわけじゃなくて、この油で揚げるのに時間がかかってるんですけど、その途中はいろいろな食材で料理しました。ゴーヤー
とかも作ったと思うな。ちょっとこの後この日の夕食の動画が出てくると思います。カリカリに美味しそうに揚がりましたよ。まあ美味しかったんですけど、そうに、あと今揚げてるのプラス2個ですね。最後の2つがもうすぐ揚げ上がりますね。これ裏側があまり綺麗じゃないね。表は結構綺麗に揚がってるんですけど、どういうわけなんでしょう。というわけでこの日の夕食ですね。最近ハマっている、そうきんぴらも作ったし、人参も作ったし、ちょっと前日の残り物もありますけど、いろいろあります。これはまた別の日ですね。なんか椎茸の袋に大きいのやら小さいのが入っていて、構わず一気にこれを料理しようとしております。私のちょっと大好きな料理の一つです。簡単です。この刻みにんにく桃屋の、これが気に入ってしまって、これでチャーハン作ったりいろいろしているんですけど、もう便利で便利で、炒め物にもちょっと入れたりしています。そしてこの刻みにんにくを椎茸の中に詰めていきます。詰めるというか乗せて、でこれでね、乗せてね、トースターで焼きます。もうこれが、なんかちょっとヘタが長いけどあんまり気にしてないんだと思う私も。それでこの椎茸の上にこの刻みにんにくをちょこっとこう乗せて、それでトースターでちょっと焼きます。これがちょっとこのヘタが長いね、これ、とにかくこれでトースターで焼いて出来上がりをして食べるともうすごい美味しいんですよ。この桃屋の刻みにんにくでペペロンチーノとかパスタの時にこれを使ったりとか、いや、なんか味がついてるんですね、少し。なのでとってももう常備しているぐらい気に入っちゃっています。なので大きな瓶を買っています。トースターで260度で8分焼きました。これにちょっと溶けるチーズとか乗せて焼いたりもします。いや、本当に美味しいですよ。この日はゆで卵も作っていますね。ゆで卵ちょくちょく作ります。これもある日の夕食ですね。なんかサバの甘酢とか作ってますね。唐揚げのかぼちゃも煮たりとか、日々こんないろいろ作って食べております。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。日々いろいろなものを作って食べている食いしん坊のブログでした。ではまた。今日の夕食、サバの揚げたやつに甘辛タレ。